Thank you.
ヤコネシス、悪あがきはやめろ。遮断装置を渡せ。今までの付き合いに免じて殺しはしない。この化け物どもが、人類が貴様らに屈するとでも思ったのか。死ね。ジャウティ、ヤポネシス、どうしてそこまで。ジェフティを襲わなければ俺も撃たなかったのに。まあ死んだものは仕方ない。理由なんて考えるだけ無駄だ。遮断装置を探そう。ない。ない。この人は遮断装置を持ってない。ヤポネーシスじゃない。なんだと。仕草や立ち振る舞いに違和感があったから
おかしいと思ってたけど、黒幕がいる。彼はただの死角に過ぎない。やられた。どうするんだ。黒幕を探しに行くか。もう時間がない。今回は賭けに負けたみたい。早くリゲルのところに戻ろう。あの子に何か起きてたら。あれだけの鎮静剤を打たれたんだ。南極に着くまで起きないと思う。あの子は私や普通の分裂素体と違う。あの子はベータタイプシュライクのサンプル。簡単に言えばシュライク細胞の強化版。長時間私と離れたら鎮静剤だけではリゲルの人格を維持できない。シュライクベータ、まさかウィリアムの肉塊と同じものなのか。そういうこと。隊長たちもいるんだ。すぐに帰れば問題ない。